項目の一つ、経常利益のお話を聞く小麦粉は製造。本音銀行プレゼンツ、ゆるっと投資ビジネス戦闘力強化の旅、会計編。ビジネスというゲームを進める上で戦闘力を強化する最初のリージョンにあたるこのマップに沿って、社会という荒波へ冒険に出る前の準備をするこの旅。今回は会計の城ダンジョンの中、宝物庫レストランで PL について学んでいくところです。それでは行ってみましょう。こんにちは。 PL を理解してくれたら利益項目ごとに私がポーションのかけらを差し上げています。早速行きましょう。その前に旅のお供をすることになった僕が前回の復習をしよう。 PL は財務三表のうちの一つで、一定期間の収支がわかる。構成はこんな感じで、上から1000-300は700、700-400は300といった形で表現されているんだよ。前回はこのうち売上高引く売上原価は売上総利益かっこあらりということを学びました。このうち売上高には投資収益とかは計上されなくて、あくまでも本業の対価として得られる収益が乗る。さらに売上高は単価×数量などに要因分解ができて、経営者さんや投資家さんはこれによって将来の業績を予測する。そうやってビジネスを見ている。とても大事な分析ということを学びました。さらに売上原価は製品やサービスを作るために直接かかった費用を指して、販売のための例えば CM 広告宣伝費などは入らないなどを学びましたね。そんな売上高引く売上原価をしたものが売上総利益というわけです。ここまでが前回までのおさらい。それでは売上高引く利上げ原価イコール売上総利益の続き、投資家はかなり重要視する営業利益に行ってみましょう。構造は分かりやすく、売上総利益700引く販売費および一般管理費400円イコール営業利益300円となりますね。つまり営業利益は売上総利益から販売費および一般管理費を引いたものということです。販売費および一般管理費、略して販管費というのは、文字通り販売管理のための費用で、クッキーで言うと例えばクッキー缶の費用、さらには前回売上原価に計上されなかった CM の費用、あとはクッキー職人じゃなくて本社にいる役職員の人件費、さらには店舗の家賃、原価償却費なども基本ここに計上されてきます。売上原価が製造にかかる費用だとしたら、販売管理にかかる費用が販管費です。小麦粉は製造のためなので売上原価、クッキー化の費用は販売のためなので販管費、職人の人件費は製造のためだから売上原価、本社の職員の人件費は管理だから販管費という具合ですね。もう一度一番上からおさらいすると、まず売上高があって、製造のための費用である売上原価を引いたのが売上総利益、そこから CM やクッキー缶など販売管理のための費用である販管費を引いたのが営業利益です。売上総利益がダイレクトに事業の付加価値を表すとしたら、営業利益はいわゆる本業における利益となるんですが、分かりにくいですよね。なので一言で言うと、売上総利益は美味しいで、営業利益は美味しいを届けた後の利益です。例えば材料と職人のお給料300円をかけて、ただの小麦粉から誰かが1000円で買ってくれる美味しいクッキーを作ったわけです。700円分の美味しいを作ったということになりますよね。でこの美味しいがこのクッキー事業の付加価値、そしてそれを示しているのが売上総利益になるイメージです。一方で営業利益はこの付加価値を創出し届けるまでに行った全体の収益性を示してくれています。ダイレクトに美味しいに影響しないけど、事業には美味しいを届けるために必要な費用、例えばクッキー缶などたくさんありますよね。この売上原価と販管費を区別しておくというのは経営では重要なところかもしれません。同じコスト削減に見えても、売上原価を削減するとクッキーの美味しさに影響が出ますが、 CM にかける費用、つまり販管費を削減するのはクッキーの美味しさにはほとんど影響がありませんからね。このような違いなんです。美味しいに影響を与えないけど、美味しいを顧客に届けるために必要不可欠な費用、それが販管費です。ちなみに販管費の詳細に戻って、この中で耳なじみが悪い原価償却費についても念のため説明をしましょう。原価償却は固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって分割して費用計上する会計処理のことです。例えば工場
を1000万円で買った。翌年その建物は800万円の価値になった。その減った200万円を PL では減価償却費として販管費に載せるといった感じです。通常事業に使う建物、工場、設備、備品などの資産は使っていると価値が減っていくものなので、会計ルールに従って徐々に資産をマイナスして費用に計上していこうという意図ですね。これが販管費の中に含まれる減価償却費の正体です。さて、利益6項目のうち2つ目も聞いてくれたので、冒険者さんにはポーションのかけらを1つ差し上げます。次は経常利益の前に一旦 PR を挟ませてください。最大40万円相当の Amazon ギフトカードがもらえる友達紹介キャンペーンを行っているムームー証券についてです。友達を紹介すると、紹介した方に1万円もしくは2万円と Amazon ギフトカード、最大20人なので最高で40万円分ですね。あと紹介された方に最大10万円相当の人気銘柄4株以上がプレゼントされる紹介プログラムになっています。友達への紹介って結構どうすればいいのかなって思うと思うんですが、双方にメリットが大きいので、今こんなキャンペーンあって無理にとは言わないんだけど、もし日本の証券口座開きたいとかあったらどうみたいな感じで言うと、意外とありがたがっていただけることもあります。ムームー証券はスマホの UI が本当にいいので、株初心者の方も、さらには深く入り込んでいくとクロートの方もかなり満足する情報量になっていると思います。インストール無料ですので、ぜひ概要欄リンクからチェックしてみてください。それでは経常利益に戻りましょう。ケツネとか呼ばれる子ですね。ここでは営業利益300円から営業外収益50を足し、営業外費用20を引いたのが経常利益330円です。営業利益に営業外収益を足したり営業外費用を引いたりして出されるものということですね。では営業外収益、営業外費用とはなんじゃらほいですが、よくあるのは利息支払いなど金融による損益、あとは為替の差損益や持ち分法による投資損益などがここに該当します。ざっくり言うと主に金融関係ですね。なので経常利益とは、企業が通常行っている事業において経常的に得ている利益を指すとなるんですが、これも少し難しいですよね。要は営業外のものだけどコンスタントに発生しうる収支を乗せた利益です。あくまでも私の中のイメージですが、ここまでの利益項目を一言で表していくならば、原価だけでどれだけの美味しいを作ったか、それが売上総利益。その美味しいを顧客に届けた段階の利益が営業利益。これら2つのラインとは関係なく生まれた為替、金利、投資損益を含めたのが経常利益といった感じです。ちなみに先ほど営業外収益費用でよくあるのは利子や為替差損、あと持ち分法による投資損益などとお話ししましたが、この持ち分法による投資損益というのだけイメージしにくいと思うのでお話をしていきます。持ち分法による投資損益というのは、端的に言うと関連会社の収益のことです。ちょっとここが厄介なんですが、親会社、子会社と合わせて関連会社について整理していきましょう。身近な三菱 UFJ フィナンシャルグループでお話しましょう。まず株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループが株式会社三菱 UFJ 銀行の株式をすべて 100% 保有しています。この時グループが親会社、銀行が子会社にあたりますね。これは完全に余談ですが、2023年に三菱 UFJ アセットマネジメントがグループの 100% 子会社になったので、銀行と同列になったんですよね。だからアセマネってどうしてもおばあちゃんに、あらあら銀行の子会社さんねと言われてしまうんですが、いやいやグループの子会社なので銀行と同列、兄弟なんですって言えるようになったわけです。三菱 UFJ アセットマネジメントは eMAXIS が有名ですね、という余談でございました。そんなアセマネや銀行を子会社に持つグループですが、実はアコムの株も 37% ぐらい持っています。でもアコムは子会社ではなく関連会社です。子じゃなくて何でしょうかね、あいつ妹みたいなもんだから枠というか、いや息子みたいに思っているんだよ枠みたいなことですかね。でこの子会社と関連会社を分けるポイントは支配です。具体的には株式の 50% 超を持っていたら多数決で勝ちますから支配ですね。実際には 50% 下回っていても、親会社が役員派遣とかをして子会社の意思決定権を支配しているなどなど、そんな時でも子会社になったりしますが、基本は 50% 超持っていたら子会社と覚えればバッチリです。でアコム枠は支配ではなく
重要な影響を与えるというイメージですが、同じく例外はあるものの 20% から 50% の株式を取得していたら関連会社となります。で、会計の話に戻りますが、親会社の PL には子会社の売上や利益が基本的に合算して表示されます。銀行の売上や利益はフィナンシャルグループの PL に合算して表示されるということですね。子供たちの実績を親の実績としてひとまとめすると、そんなイメージです。このように子会社の決算を合算して表示することを全部連結とか完全連結とか連結法を使った連結会計とか言ったりします。こんな感じで合算連結される子会社を連結子会社と言ったりもしますね。一方でアコムなど関連会社の決算は連結法のように合算はされません。ただその代わり持ち株比率に応じて親会社の持ち分法による投資損益として営業外損益に計上されます。つながりましたね。各利益項目ごとに合算されるのではなくて、この持ち分法による投資損益として一行で連結されるので、一行連結とか持ち分法を用いた連結とか連結会計括弧持ち分法と言ったりしますね。私さっきから持ち分法と言ってしまってるかもしれませんが、正しくは持ち分法ですね。ただ実際持ち分法でも十分伝わるとは思います。正式には持ち分法と言った方が正しいのでお気をつけください。だらだら話してしまいましたが、 50% 以上で子会社扱いなら PL に合算して連結できるけど、 20% から 50% なら関連会社として営業外損益に計上ということですね。持ち分法の話が長くなってしまいましたが、営業利益から為替、金利、投資損益、関連会社の損益をプラスマイナスした全体の実質的な利益が計上利益ということです。計上利益の話はここまでにしましょう。利益項目の一つ計上利益のお話を聞いてくれたので、ポーションのかけらを一つ差し上げます。残す利益項目もここまでより簡単なあと3つだけです。次は税引き前当期純利益ですね。めちゃくちゃ大事な利益項目です。一旦ここでセーブしましょう。次回は最後の利益項目たちをおさらいし、応用編で EBITDA などなど学んでいきましょう。このチャンネルでは元金融運用マンが株の話をしたり経済の話をしたりしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼いたします。